インチョン国際空港1ターミナル駅は大韓民国インチョン広域市中区雲西ボラにある空港鉄道とインチョン国際空港公社の駅。インチョン国際空港鉄道とインチョン空港時期浮上鉄道の2路線が乗り入れる。また空港鉄道には韓国鉄道公社の KTX が型乗り入れしていた。2路線ともに駅番号を導入している。駅番号は 空港鉄道が A10、インチョン空港時機浮上鉄道が M01、インチョン国際空港第一旅客ターミナルの交通センターに併設されている。ホームは地下4階にあり、島式ホームに目に温を有している。うち一方を空港鉄道が使用しており、もう一方はかつて KTX が使用していたが、KTX の乗り入れ廃止後は閉鎖されている。 空港鉄道のホームにはフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。開業当初、KTX 用のホームは高床ホームとして軌道未付設の状態で準備されていたが、KTX の乗り入れ決定により、定床ホームへの変更、ホーム延伸が行われ整備された。改札外は地下1階にある。改札口は直通列車と一般列車で別々になっており、 空港鉄道は東側が一般列車用、西側が直通列車用となっている。このため一般列車の乗車券で直通列車用の改札から入場することはできない。KTX 乗り場への入り口はそれぞれの改札口横に設置されていた。乗り場4番線は欠番である。空港鉄道ホームはほぼ中央部分に 一般列車と直通列車の乗客を分離するために柵が設置されている。ホームの長さが足りないため、一般列車、直通列車ともに車両の一部が違う種別の乗車位置にかかってしまうが、ドアカットにより、当該部分のホームドアは開閉しない。空港鉄道改札口の直上、交通センター2階に改札口とホームがある。ホームは、島式ホーム1面2線を有する。 乗り場、ありがとうございます。